ドラマ猫人放送直前スペシャル。では段取り前に、ご紹介をさせてください。まずは、久世陽郎太役、大野拓郎くんです。よろしくお願いします。主演に抜擢していただけて本当に嬉しく思ってます。で、現場入って父上役の金時くんと一緒にものすごく可愛くて癒されながら一生懸命芝居やって、とっても癒される面白い素敵な作品になれるよう、これから1ヶ月半頑張っていきたいと思います。皆さんぜひお楽しみに。こんばんはい、よーい、はい。絶対今の方がいいよ。ん、ちょいぽちゃ猫さんがいます。この猫さん、名を金時と言います。金時さん、実はこの猫人が猫役者として初めての作品だということです。金時さんのくだりは後のお楽しみに。まずはこの物語がどういうお話なのか少しご覧いただきましょう。むかしむかしの太平の時代、あるところに忍者修行に励む久世陽郎太という若者がいました。忍者なのに等身大、若干コミュ障なイケメン忍者の陽郎太、そしてその忍者仲間たち。それまで、お主らの実力見せてもらった。彼らはこの忍者養成所的な施設からの指令で江戸に赴くことになります。グズグズするな。はっ、ついに江戸に参じて候。順に名を名乗れ。久世陽郎太。小雁。ツバメ。どうでもいいわ。江戸では俗名を使え。太一、おえん、お前は鬼影。陳平。陳平。陳平、もとい陽郎太に与えられた最初のミッションは、あるお屋敷に忍び込み高価な金魚を奪ってくるというもの。何のお屋敷なのか、なぜ金魚なのか、そしてなぜ奪うのかという理由を今お話ししてしまうと、実際の本編を見るときに、ああここはこういうことでしょ、知ってるよ、だって私事前特番見たもん、ということになってしまいがちですので、ドラマ放送をお楽しみにということにさせていただきます。そんなことを言っているうちに、陽郎太、運命の出会いの場面がやってきました。野良猫め、泥棒猫め、くれ。お久しゅうございます。
なぜ猫さんのことを父上と呼んでいるかは後で少しご説明します。猫人、それは猫と出会った一人の忍者の成長を描く笑いと癒しの忍者活劇。カゲロウタと彼が父上と呼ぶミステリアスな猫さん、この不思議なコンビが同居生活を始めたことで、江戸中たくさんの人々がドタバタと猫萌えの世界に巻き込まれていくというお話です。オッケー、ドロン。それでは猫好きの皆様には思う存分猫萌えしてもらうため、猫好きじゃない方には猫萌え世界の扉を叩いてもらうため、金時の魅力爆発タイム猫萌え映像コーナーをしばしご観覧ください。Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed.